ランボルギーニアベンタドールランボルギーニベネーノベネーノとは、イタリアの高級自動車メーカーランボルギーニが創業50周年を記念して製造・販売したアベンタドールをベースとしたスーパーカー。2013年のジュネーブショーで初めて実写が公開された。当初は、ショーカーとして1台のみの生産が予定されていたが、情報を知ったランボルギーニのオーナーから反響が大きく、 限定生産という形で3台が市販車として販売されることとなった。価格は300万ユーロ。アメリカ合衆国のロングアイランドとマイアミ、中国のマカオのオーナーにそれぞれ引き渡された。購入希望者が後を絶たなかったことから9台のロードスターモデルの追加生産が決定された。シートはランボルギーニの特許素材であるホージドコンポジットを用いて製作された。 リアタイヤ前方に位置するエアインテークの円には、クーペ仕様3台それぞれにクリーン、ホワイト、レッドのアクセントラインが施されている。ジュネーブ賞で展示された試作車である1号車は、アクセントラインが3本となっているので、判別は容易である。試作車は展示及び隠しテストに供されている。ベネーノとはスペイン語で、毒を意味する。1914年、スペインのアンダルシアにある、 サンルーカルデバラメーダ闘技場で行われた闘牛競技で闘牛師、ホセサンチェス・ロドリゲスを突き死亡させた牛の名にちなむ。ありがとうございます。